マイクオン。はい、店開けました。はい、扉開けましたよ。あ、どうぞどうぞ入ってってください。あ、ウエクサさんいらっしゃい。はい、こんばんは。こんばんは。あ、いらっしゃいませ。一番客というと、どうぞどうぞ席、好きなところ座ってください。ありがとうございます。はい、マリさんも来てくれましたね。はい。はい、はい、はい。はい、いらっしゃいませ。はい、こんばんは。はい、こんばんは。はい、どうも。今日もよろしくお願いします。いらっしゃいませ。はい、はい、はい。何飲みます？寒いんで、うん、あったかいものお願いします。ホットチョコレート、ココアなんぞいかがですか？いいですね。はい、なんかね、春がもうそろそろ来るのかなと思ったんだけどね。急に寒くなりましたね。ね、今日寒かったですね。風すごかったですね。いつも出てないんでわかんないし。マジか、帽子飛ばされるわ、はい、今日は、うん、今日は一歩も出ないでずっと家にいましたね、うんうん。はい、どうぞどうぞ。はい、ココアです。はい、植草さん何する？僕は、はい、ココアで。あ、ホットコーラ。ココアココアね。ちょっとじゃあ一緒に作る。真似した。結構大変なんだよ、ココア作る。鍋でいなきゃいけないけど、まあいいや。あ、なるほど、すいませんね。はい、お手伝いかけます。とんでもないですよ。こんな平ね、祝日なのにわざわざ来てくださってね、ありがとうございました。はい、地元のさんいらっしゃいませ。はい、どうぞ。いつもね、コメントありがとうございます。今日も東京 23FC 情報が聞ける毎週23っていうね、コメントありがとうございました。しかし、情報があるのかな今日は。よくわからないけれど。はい、なんかいいね、いいねとかあるって。あ、いらっしゃいます。あ、スモアさん、どうもこんばんは。勝地さんもこんばんは。いらっしゃいませ。続々いらっしゃいましたね。続々ね。はい、なんかスモアさんはずいぶんいろんな界隈に出現なさってましたね。はい、川口方面とかね。うん、なんか素敵なアイドルみたいな方があれですね、あのチームの応援団にいらっしゃるんですね。うん、なかなかいいですね、川口もね。うん、はい、勝地さんはいかがお過ごしですか？今日お休みですか？はい、ものすごい風強かった。マリさん今日どうです？一歩も外出なかったんですが、ご自宅にいたってこと？はい、もうずっと家にいましたね。今日は活動はしなかったんだ。今日は別になんか痛いのなかったし、うんうん、本当。いや、本当は大宮に行こうかなと思ったんだけど、はいはいはい、遠いからやめちゃいました。全然すぐそこなのにね。そうだね。ターちゃんどうなの？ターちゃんは。ターちゃんは元気になりまして。あ、本当。はい。もう復活？今日一日、はい、うん、復活です。あ、よかったです。餌をくれと今も言っておりますが。いいですね。はい。はい、ファルコンさんもいらっしゃいませ。どうぞどうぞ中入ってて、寒いからね。はい、どうぞどうぞ。今58分2分前ですね。はい、うんうんうん。植草さんは今日はどんな風に過ごしてたんですか？今日はですね、お彼岸ということもあり、はいはい、ちょっと蘇我の方にですね、オシムさんの像をお参り行ってまいりました。オシム像で、オシム像をちょっとお参りしてから、うん。J2 の千葉対清水の試合を観戦しました。橋谷さん、忙しいみたいでね、うん、多分どっかいたとは思われるんですけど、なかなかちょっとお会いすることはできませんでした。うん、そうですよね。やっぱ J リーグぐらいになるとこう特別室があるのかね、アナライザー専門の。だってもう栃木のスタジアムでもそうでした、ね。あそこ別格じゃん。ありますよね、そうスタッフ用のあれが、うん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 、多分その中に缶詰状態になってたんじゃないですか。え、試合どっち勝ったんですか？清水と。清水ですね。あ、そうなんですか。あ、もう犬にやられました。いいですね、いいですねってよかねえか、ウェクスさんから。でも風強かったから試合大変だったでしょ。いや、風はそうでもなかったですよ。あ、本当。雨がね、ちょっと来ちゃって、うん、途中から。あ、そうですね。でもそんなにこう
なんつうの、土砂降りっていう雨じゃなかったんで、なんとか、かろうじて。よかったですね。はい、じゃあ10時になりましたんでね、番組始めたいと思います。今日初めていらっしゃった方いらっしゃいましたね。ようこそ、毎週23日お越しいただきました。ありがとうございます。サッカーのね、くだらない、トークの番組でございますのでね、のんびり遊んでて聞いてていただければと思います。はい、時刻は22時を回ったところです。毎週水曜日夜10時開店、お店はね、VR バーチャルでね、開店しましてね、X スペースから皆さんに配信しているという体でお送りしております。東京23 FC と実況隊のコラボ番組、クラブとファンの夜のたまり場、私が毎週と言いました皆さん23とね、お声合わせいただければと思います。はい、コップよろしいでしょうか。それでは参りましょう。毎週23。パチパチパチ。はい、ありがとうございます。はい、今日でですね、168回目の配信ということで、今日3月20日ですね。すね、続いてるよ、はい、続いてるよ。そのうち、あ、スモンさん23、ありがとう。あ、すごい。指でちゃんと23作ってくれた。嬉しい。ありがとう。はい。まだ、クラブからね、チームからストップがかからないので、やっていいんでしょうね、ってことなんですけど、ね。160ね、8回ね。はい、頑張れ、目指せ200回でね。 U11 さんもありがとう。はい、ありがとうございます。はい、今日3月20日ということでね、今日のタイトルはこちらでお送りいたします。はい、関東リーグ開幕は4月の6日、でもネタがないので今日はフリートークということでですね、今日はね、はい、ネタがないので皆さんのねコメント中心にね、どんどんおしゃべりしていこうかなと思っております。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあまずカウンターの方に座ってる出演者ご紹介いたしましょう。私店長、そしてメイン MC 担当しております、東京23勝手に実況隊の実況 MC ブラジル36です。皆さんこんばんは、お付き合いよろしくどうぞ。お願いします。はい、ありがとうございます。さあ、そして当店のアシスタント MC さんどうぞ。はい、あまりの風の強さに、なんか午前中すごい天気良かったのに午後からなんか曇っちゃったりとかで、ね、どっかの試合は止まってましたよね。あ、どこだ、山梨、へなんかどっかの試合は途中で止まってたりとかしてたみたいです。ということで、そんな日は家でのんびりというあまりです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。東京23勝手に実況隊のアシスタントディレクターと俺の中になってるな、 AD はやまりさんでございます。よろしくお願いいたします。さあ、そしてお店常連さんで、コメンタリーのこちらの方よろしくどうぞ。はい、今週はですね、ネタ探しであちこち、回ってまいりました。お、あの植草でございます。よろしくお願いいたします。すごい、マジか。なんか頑張ってくださってるようでありがとうございます。嬉しいな。さあ、そしてお店のオーナーですね、いつもどこから見ている東京23勝手に実況隊、最近、非常に調子に乗っております、映像パルウェルさんがね、どこにいると思いますんでね。それ調子に乗ってるのは応援してるチームの方じゃないですか。チームだと奥様ね。そうそうそう、そう、かなり遠方までこう行かれてるみたいでね。さすが、すごいですよ、本当にマイルたまりまくりの本当サポーター生活してると思いますけどね。はい、ご夫婦でね、サッカー俳人の道を歩んでおる、はい、パルグレさんですけど、今晩もよろしくお願いいたします。お願いします。いや、俺の周りの中だと一番こう重症な感じがするんだけどね。なんかみんなさ、パルグレさん見るときはさ、この人はこうきちんとしてる人だなみたいな感じで話すじゃん。で、俺とかマリさんだとこうなんか近所歩いてるなんかこうインチキなやつみたいな感じで喋るけど、実際は逆ですからね、皆さん改めて言っておきますけどね。はい、まあいいや。はい、ということで、番組のコメントに募集についてマリさん一言よろしくどうぞ。はい、番組ではリスナーさんのコメントお待ちしております。はい、毎週23皆さんのコメントで作る番組です。面白いコメント、どんどん拾っていきたいと思います。常連さん、初見さんもぜひ気軽にコメント参加してください。番組で取り上げてほしいテーマ、質問ありましたらコメントまた X にハッシュタグ東京 23FC、もしくは、毎週23をつけてポストしてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日台本読んじゃったね。読んじゃったね。今ね、ちょっとコピペしてね。
ちょっと今あの新しい iPad になったからちょっといろいろ、ね、ああいいですね、買ったんだ、いいな新しい iPad 欲しいな急に反応するいやいやいや最近もう iPad 欲しくてしょうがないんですよ、私 iPad 一緒便利だからね、いやいやもう持ってるんですけど、うん、今あの新しいやつ iPad mini あるじゃないですか、あれが欲しくてしょうがないんです、うん、あ私大きいのにしちゃった、ね、エアー買ったの、プロ買ったの、エアーです、うわいいな、はい、欲しかったんですそうですか、いいな、ただそうするとね、ほらあの何、うん、メンバー表とかもそこにこう入れられるでしょ、あいいね、うん、いいねいいね、だからそういうのをね残しておきたら紙でやるとやっぱ次の試合の時にもう捨てちゃってるんですよ、いや確かにね、それ、うん、いいですよ、うん、ね、だからそれをね毎試合こう残していくとなんかいいかなと思って、うん、そうね、先にそれを作ろうと思ってやってました今日は。ね、ああ、うん、いいですね、僕欲しいな、はい、エア、ね、欲しいね欲しいし、ちょっと待って誰におねだりしてんのこのお店の中で、ね、あれよあの新しいパソコン買った人とかもいるよ俺それでもなくなっちゃったお金も本当だよ、新しいマック買っちゃった人いるから、あそうなんですか、うん、買っちゃったけど、だからそれで全部おしまいですよ、何の話したんだよ、しょうがないし、あなるほど、あ大丈夫、新しいカメラ買った人もいるから、あー確かにね、もう本当おかしいよね本当、なんであの人さ年越えるごとに機材がどんどん増えてくんだよね、そう、まあ、びっくりしたあれはね、うん、買っちゃったっつって、でも撮影用のカメラ、そうそうそう、はい、あの普通に写真も撮れる、写真撮る方のカメラで、あこの間の映像撮ってたんですよ、はい、あれ普通に、はい、一眼ですね、うーん、それで動画も撮れちゃうんだ、はい、そうそうそう、今や綺麗に動画が撮れて、今シーズンじゃあれだね、ちょっと楽しみですね、ね、だからあれでインタビュー撮れるようにしたいんじゃないかなと思って、うん、なるほどね、あの大きいカメラでやるよりは画質もいいし、うんうん、音も別にほら 今のやつ使えるじゃないですか、そうですね、うん、まあ皆さんね、機材好きな人、はい、ぜひあの実況席に来てくださいね、遊びに、はい、漏れなくあの今お片付け班が、を募集しておりますので機材を作る班とお片付け班ね、お片付け班ですけどね、はい、私ね、すいません、一点教えてもらっていいですか、はい、どうぞ、はいはい、うん、あのこのなんだっけ、ツイートのやつで、うん、マイコンをオフにするボタンあるじゃないですか、うんうんうん、それと、うん、なんだっけ、ボイスの、あのパチパチパチってやるやつ、うん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 、あれとあのなんつうの、かぶっちゃってるんですけど、これをかぶらない、かあのかぶらないようにするにはどうすればいいんですか、これ、えボタンがかぶっちゃってるってどういうこと、えあだからマイコンのところに、うんうん、なんだっけ、そのあのパチパチパチの、そう花火みたいな、あの棒の先になんか線香花火みたいな、そう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 、それってバグってんじゃないの、バグってんの、じゃあ一回これ俺消して、うん、もう一回立ち上げれば大丈夫かな、あ大丈夫だと思うよ、一回お店の外に出てきて、うん、もう一回ちょっと外出してきて、ちょっと外出してきます、はい、はい、声かけてくださいあのじゃあ上草さん今買い出しに出かけましたので、また来たらね、はい、お伝えします、はい、その間に新しいお客さん入ってました、うん、岩本さん、はい、どうもこんばんは、いらっしゃいませ、好調ですね、はい、ね、いいですね、好調ですね、 PK 戦大変でしたけど、はい、あのちゃんと見てました、さすがですね、やっぱね、勝ち切るよ ね、はい、やっぱ違うなと思いました、うちそこ弱かったなと思っていやなんかね、 PK 戦になった瞬間にさ、うん、やっぱ渋谷シティの PK 戦のこう呪いがこう何かついも映ったのかなとか思ったけど、ちゃんと最後やっぱ勝ち切りましたね、お見事でした ね、はい、はい、あどうかな、頑張ってください、うん、決勝、はい、後で決勝の話ちょっとしますんでね、岩船クリフさんもいらっしゃいませ、はい、栃木シティ、ホーム開幕おめでとうございます、勝利ね、はい、勝利もおめでとうございます、勝ったんでしたっけ、勝った勝った勝った、うんうん、あれ上草さん戻っていった、えエピさんもこんばんは、あこんばんは、エピさんも久しぶり、アルミさんもこんばんは、はい、いらっしゃいませ、戻っちゃった、またお店出ちゃった、あ、うん、あ本当だ、ちょっと待って上草、私も呼んでるんですけどね、本当、はい、ネタ探しの、まあじゃあちょっと、あはい、いらっしゃいいらっしゃい、あどうぞどうぞどうぞ席、はい、ここ大丈夫、ダメですか、ダメですか、あれかね、ドバシさんはじめましてかな、あいらっしゃいませ、はい、あの、はい、サッカーの番組です、はい、
あの関東リーグっていうね、あのアマチュアですけど、まあ、セミプロなんですけど、そういう、チームを応援してる人たち、あとその界隈のね、いろんなチームの人が遊びに来てくれてます。あなたマジなんか出てはってる雑な。そうなんです、東京 23FC というねチームでしたね、はいはい、ありがとうございます、はい、メインはね、はい、でもね、あの、はい、あと関東リーグのいろんなチームの方みんな聞きに来てくれたりとか参加してくれたりとかする、こうちょっと面白い番組になってます、はい、ありがとうございます、さすがですね、はい、じゃあちょっと番組ね、あの、はい、動かしましょうかね、あのそうですね、はい、今日とりあえず今夜の23トピックスということでね、はい、まずとりあえずビールじゃないけどとりあえず23ネタということなんですけど、うんうん、ベクサさん大丈夫、うまく戻ってこれないかな、これでもリクエストしてるんでしょ、うん、いや、反応があったらってことでしょうかね、はい、はいはい、とりあえず、じゃあ私の気づいた23ネタなんですけれども、夕方かな、あのクラブの、ね、オフィシャル X から、はい、あの発表がありましたけど、あの選手の移籍先決定ということで、なんと大石文也選手が東京ユナイテッドに移籍しましたっていう、ね、さようなら、さようなら、あの今季のね、あの2023年シーズンで、あのチームを退団って決まっていました大石文也、ゴールキーパーですけれども、関東サッカーリーグの一部の東京ユナイテッド FC に決定しましたということでね、両チームからアナウンスが出てましてね、とりあえず、おめでとうございますということで、はい、頑張っていただければと思います。まあ、やりたくなっちゃったんでしょうね、だろうね、なんかふみやさん今期はね燃え尽きたような感じのこう、なんかある意味満足感、やりきったかもあって、この間だってコマに来てたらしいですよ、え、あそうなんだ、うん、ほら誰も知らないんでね、植草さんから教えてもらったんですよね、植草さん、植草さんなんか本当に喋りたいんじゃないのこの人そうで、なんかうん、来てたらしくて、うちの試合の前に帰ってよとかって言われて、うん、あそうなんだなんて話をしてたんですけど、うんうんうん、でこの何あの情報だったんで、あこういうことかと思いましたね、その時はじゃあ皆さん知らなかったんだ、あそうです、ね、普通に見に来たのかなみたいな感じだったんだ、うん、でもうちら私たち誰も気づいてないと思うんで、もうその時には何かもしかしたらあったのかもしれないしね、私たちには会えない何かが何かの事情が申し訳ないみたいな、しょうがない、でもサッカー選手はしょうがないっていうか、これが普通だからね、うん、まあね、そうですよね、でも、うん、まあね、何とも言えないし、まあ、やりたくなっちゃったいや私半年ぐらい経ったら復活するんじゃないかって思ってたんですよ、うん、あーなるほどね、私の中では、うんうんうん、だからなんかえそんなにすぐに復活しちゃうのっていうちょっとそういうことかと思ってちょっとこう思いました、まあね、いいんじゃないですか、でも、うん、なんかでもユナイテッドさんの方のリリース見ると、うん、あの、うん、最初は練習参加みたいな感じでね、フミヤさんからちょっと練習参加させてくださいみたいなことがあって、でその後ね、あの、うん、やっぱりこう若い選手が多いから、久宮、うん、さんのね、こうベテラン会というか、うん、それでチームをまとめてほしいみたいなこと書いてありましたんでね、うん、まあ、あのお互いにこう、そう、あのこうなんていうのか、こうあいいねっていう感じで握手できたんじゃないですかね、うん、うんうんうん、まあね、うん、でも不思議だね、うちにはあのユナイテッドさんのゴールキーパーが来て、うちのゴールキーパーさんがユナイテッドさんに来てトレードって誰か書いてましたからね花一もめみたいなやつ、うん、へー、まあでも、いいんですか、うん、そう、はい、うち以外の試合での5月はこう祈りしておりますのでみんなに言ってんのそれ、この間カズヤにも言った気がする、頑張ってね、うち以外ではって言ってそうだね、はい、うん、まあね、ではまあみんな、うん、結構あれですね、今年多いですよね、あの多いね、同家庭にいるめちゃ多いよ、ね、本当に、うん、こんなに増えることもないんですけどね、いつもは、そうだね、はい、楽しみですね、まあ、でもほらあのね、あの選手寿命が短いサッカー選手だからさ、もう機会があるんだったらどんどんやった方がいいよね、うん、そうですね、そうそうそう、まあ、やりたくなったらやった方がいいと思うし、そう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 、まあ、それはねやっぱカテゴリー上の方がやりがいもあるだろうしね、うん、っていうのはありますよね、植草さん本当苦労してるね、一回ね、うん、あのこれ聞こえてたら一回完全に携帯 iPhone なのかな、分かんない、リブートかけちゃった方が早いかもしれないね、うん、もしうまく動かなかったら本当にダメなのかな、あ珍しいですね、うん、あでも何あの出店拒否
はい、あ、チャモさんという方からリクエスト来てるね。チャモさん、どこの方なんだろう。わからないっす。ちょっとあのコメントで自己紹介いただけます。はい、もしよろしければ。はい、全然また見れないんですよね。あ、本当。ちょっと、あ、そうですね。ちょっとどこのサポさんかわからないんでね、申し訳ないですね。うん、あのコメントいただければ、あのいろいろちょっとあのご案内できるかと思いますんでね。うん、はい、マリさん、なんか今シーズンこうとりあえず23ネタとかある？うん、23ネタですか？うんうんうん、ない。ない。一言で終わっちゃった。これは、うん、まだ全然。うん、あれかリリースもされていないけど、うん、練習生情報を植草さんから、実はちょっとね、植草さんいないけど、うん、植草さんからこっそり、こっそりじゃないんですけど、植草さんもそれを見て気づいたらしいんですけど、うん、どうもなんか某チームに、あの、うん、某2020っていうチームに、うんうんうん、なんか練習生がいっぱいいるんですけど、その中の何人かはうちにいた選手じゃないかっていう。あ、練習生とうちへの練習生じゃなくて、はい、逆です。某2020に、はい、ひょっとしたら僕らが知ってる人が参加してる可能性があると、うん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 、へえ、なるほどね。っていうのが、あの、うん、まあ、私があのリツイートした写真で分かるかもしれないんですけど、うんうんうん、はい、何人かいるので、ちょっと今週あの試合あるんで見に行ってきます。最近あれじゃん、トリーグの方がよく出現率高いじゃん。あ、はい、私トリーグあの開幕と1位の開幕行ってきまして、うん、はい、あの、あ、皆さん大好きな何でしたっけ、うん、あの本田圭佑さんに遠目から見てきました、はい、え、何、リアル本田圭佑さんがいた。はい、ほん、そうです、そうです。え、本物の方の。本物です、本物です。すごいね、マジで本物来てました。あの、あ、っていうか、ほら、あのが持ってるチームじゃないですか、江戸オールユナイテッド、うんうんうん、で、あの、僕も行きますみたいな書いてあったんで、まあ、本当に来るのかななんて思ったら、ちゃんと最初から最後まで見てて、うん、みんなで集合写真とかも撮ってたのをこう横目で見ながら。へえ、すごいですね。え、うん、ユニフォームは着てなかったんだ。ユニフォームは着てないですね。だって、別にオーナーなだけですから。あ、そうか、そう、あ、選手登録じゃないんだ、はいはいはい、へえ、すごいっすよね。はい、すごい、そのそのファンがいっぱいいました。うーん、うんうんうん、あ、あれ、あの、なんだっけ、バウルさんのところはその後は、ノッサは今まだ行ってな、行けてないんですけどって、なんで私そんなに行かなきゃいけないんだ、うん、確かにね。ノッサ、あの、トリーグが、トニが、今週、うん、来週24、うん、今週か、今週末から始まるんですよ。うん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 、で、今週末、来週末にかけてやるんですけど、うんうんうん、今週末始まるのが、その、ノッサとか始まるんですけど、ノッサは確か今週末のは、あれなんですよ、うん。非公開の場所でやられるので。あ、じゃあ見ることはできないかね。はい、で、31日に、うんうん、私どこ見に行こうとしてたんだ、ノッサを見に行こうと思って、違うな、31はトイチか、わ、やばい、私なんかすごく混乱してんね、スケジュール表がかぶってんじゃん。そうなんですよ、全然マニアックで、31はエコプランとエドオールの、だからトイチの試合を見に行こうとしてて、とかで、4月の7日、6日がうちの開幕で、うん、開幕次の日が江戸側が2試合目なんですよ。31日に江戸川も試合があって、そうで、4月7日の試合が江戸川、うん、東京23市江戸川対、セカンドチーム、八王子、なるほど、はい、これが飛ぶ気で、飛ぶ気たら遠い方の飛ぶ気ですね。強烈にね。何時からやるんだっけな、すっごい、結構夜18時とか、いや、日曜日の夜18時同期、なかなか大変だね。絶対帰れないやつに当たってしまって、なるほど、今、どうやっていこうかなって感じです。トリーがちょっと感染するのも大変だよね。そうなんですよ。ほぼみんな日曜日だもんね。そうなんですよ。でも今年こう、うち土曜日多いじゃないですか。あ、そうなんだ。あの、うん、うちの試合が、あ、トップの方がね。はい、うん。だから結構ね、あの、うん、そういうマニアックなサッカーをいっぱい見れる。うん、なって思ってますね、一応、うんうんうん、
すでに、マリさんはどこのサポーターさんか分からなくなるくらいにいろいろとこに界隈に顔出してますけどね。統一はエドール、はい、トニーは今いっぱい推しがいるんで推しをいっぱい見ようかなと思います。関東2部とか行かない？関東2部とか。関東2部は、私の日立ビルが日立ビルですので、そうか、どっかで見に行きたいなと思ってなかなかなんかねスケジュール合わないんですよね、日立ビルさん。そうですよね、日立ビルさんっていうかさ、関東2部が今年スケジュールを見ると、結構、都内のチームが少ないんですかね。あ、そっか、なんかすごい全部遠い場所な気がします、なんかスケジュールを見ると、あの都内のチームよりも神奈川とか、なんかそういう埼玉とかそういうなんかちょっと慣れてるチームが多くて、なんかなかなかこう行きやすいところで試合をやってくれないなってスケジュールを見て思ったんですけど、確かにね、関東一部クラスになるとね、皆さんこう観戦する方も大体こうあのちょっと J リーグとか JFL ぐらいな感じで見てるけどね、関東2部とか都リーグぐらいだとちょっとなかなか大変かもね。はい、まあでも鳥居結構あの、いい場所で、いい場所ではないですけど、そこまで遠くないですね。あの、ZOZO とか、新砂でもやるし、結構なんか、いや、トブキがちょっと一番遠いかもしれない。トブキってあそこなんかあの温泉じゃないけどなんかあったじゃないですか。わかります？いや行ったことないんで俺トブキって。本当ですか？トブキ。ただすっごい遠くて寒いっていうのはよく聞くけど。はい、すっごい遠くてすごい山の上ですごい寒いんですけど。本当はその競技場の下に温泉っていうかなんかそういう施設があったんですけど、それが潰れてなくなっちゃったんで、そこまでのバスがあったんですけど、なるほど、そのバスが来なくなっちゃって。結構行くのに大変。公共交通機関で行けるの？行けるんですけどな、結構本数少なくて、確かに夜の試合の後帰るバスはない。大変じゃん、どうすんの。はい、なんでそこでその時間でやるんだろうと思って。へえ、何か、あのそれだけあの岩本さんところのバス貸してくれないかなと思って。あ、そう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 、南葛すごいじゃんあのバスね。あれすごいですよね、結構感動したんですかね。なんかサポーターさんたちもずいぶんあれなんかこう協力して、僕の知ってるサポーターさんの名前とかがちゃんとこうバスにねペインティングとか。そうなんですか、あれ、ちゃんとあれなんですかね、あの協力してくれた人の名前入ってたりする？入ってた。へえ。で最初のなんかデビュー走行じゃないけど、サポーターさん乗せて東京なんか一巡りしたみたいでさ、すごいなみたいな。すごい、なかなかあれですよね。すごい、なんかあれ走ってたら目立つなと思って見てました、もう J リーグクラスというね、本当町田さんとかもあるんだけどさ、中もすごいなんかね、普通の路線バスじゃないな。うちらがバス作ったらこうなんか釣り輪がこう下がって、あ、来たかな。いやー、これ一応さっきからずっとね入ってこれない、マイコーンにならないんですよ。出たり入ったり出たり入ったり。あれじゃないの、あのOS をさ、最新にアップデートしてないとかじゃないの？聞けるはず。まあでもきっと聞いてるんだろうから、とりあえず話を進めとこうかね。はい。ですね、ちょっとじゃあ、せっかくなんでね、東京カップの最新情報を皆さんお伝えしたいと思いますけど、あの僕ら全然出てないんでね、終わっちゃってるんで、一般情報っていう形になりますけど、先週の週末に準決勝を行われました。準決勝2試合ですね。第1試合は東京ユナイテッド FC 対エリス東京、そして第2試合は南葛 FC 対渋谷シティ FC ですね、はい、両方ともねいいゲームだったんですけど、両方ともね、配信、ユナイテッドさんもしてたよな。あ、してましたね、はい、拝見しました、私も。ユナイテッドとエリースはですね、前半、後半か、試合時間で言うと61分にエリースが先制しまして、非常にいい形で得点してましたね。
なんだろう、スリーバックがこうすごく粘っこいネチネチしたこうボールキープをしてですね、でユナイテッドさんがこうボールを借りに来るんだけど、そうするとスーッと上げないよって感じで戻したりしてね、こうすごい超超発信なこうなんていうのか、あのこう来いやって感じで崩してたんですけどね、あの隙間ができた瞬間、確か左からだっていう気がするな、すごくいいあのこう崩しをしましてね、先制したのがエリスでした。でその後あの東京ユナイテッドが76分に追いついて 1-1 になりまして、まあ、本当どうなるのかなと思ったんですけど、うん、あのアディショナルタイムにエリスが、さらに得点を入れて最終的に1-2でエリス東京が、勝利したという第一試合ですね。さすがっす、うん、いやエリス東京のサッカーすごくいいよ本当。わかります、あの選手、うん、うちの試合の前の試合だったって言ってたんですけど、うんうんうん、めっちゃいいですよね、すごい完成度、神田林生が本当にいい、うん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 、ちょっと本当、いやあのチーム今年エリス一番強いんじゃないかなと思いながら見てました、うん、あのあまああのそう俺もそう思いました、あの、うん、東京カップで一番見た中で一番エリス東京がいいなと思いました、ね、ですよね、いいサッカーというか、うん、こう面白いサッカーしてて、そう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 、タレント揃いだし、うん、ちょっと今年は、ね、はい、初戦頑張らないと。そうですね、はい、ユナイテッド逆にね、あの、うん、なんて言うんでしょう、まあ、うち若くなったんですか、若い年齢はちょっと分かんないけどね、うんうん、なんかハイサイドうまく使う長いパス使って効果的にねシュートしてましたけど、うん、まあ何回かドフリーの場面あったんですけどね、枠の上行っちゃったりとかでねちょっと不運な状況になりましてね、まあでもユナイテッドも今年も縦に速いサッカーしてたんで、まあ両チームとも見事だなって感じでしたね、うんうん、さあそして第2試合の南葛さんとですね渋谷シティさんですけれども、うん、これ先制はねあの前半のアディショナルタイムに南葛さんがいまして、はい、これ左からの多分セットプレーをゴール前に、フリーキック入れてそれが跳ね返ってきたところを、中盤の選手が上がってきてですね、ドスンとミドルをすごい豪快なシュートを決めまして、1対0で先制しました、うん、で後半になってですね、まあ、渋谷さんも随分こう頑張ってたんですけど、うん、ちょっと守備がこう少し後手に回ったところがあって中津さんがね、うんうん、後ろからこうちょっと削りまでは行ってないのかもしれないけどね、後ろからちょっとチャージするプレーがありまして、うん、今野選手が、うんうん、多分ね数分の間に2回イエローもらっちゃって、うん、レッドで、対象という形になって1人少なくなりましてね、うん、そこからちょっと渋谷劇場が始まりましてね、やっぱりすごかったですね、90分プラス7分だから本当アディショナルタイムギリギリ最後まで使って最後のワンプレーでこう、PK をゲットしたのかな、でそれを決めて1対1で、マクシャさん、運になってると思う、あなたがやっしゃーだよ、おかえり、ね、マークは切れてんだけどね、うん、大丈夫だよ、声聞こえてますよ、うん、しゃべると、あ、はい、すいませんです、まったく店入ったり出たり忙しかったね、はい、うん、ごめんなさい、はい、なんか今ちょっと、ね、東京カップの話ちょっとしてたんでまた植草さんどんどん入ってきてほしいんですけど、はいはいはい、であの PK もねどうなるかなと思ったんですけどね、あの PK でずっと渋谷さん勝ち何回もやってね勝ってきてるんで強いかなと思ったら、うん、さすが南葛さん経験者ぞろいでね安定して、PK を決めまして、うん、最後これ4対1になってますけどね、南葛さん圧勝ってことで、うん、はい、決勝に駒を進めましたということで、決勝はですね今週の日曜日ですね3月の24日お昼の1時から赤スポで行われます、赤羽スポーツの森公園だっけ、西ヶ丘の隣ですね、人工芝で、エリス東京対南葛 FC の試合が行われます。でこの時点で両チームはですね社会人代表戦に出場することが確定しておりますので、うんうん、この後 JFL の、ね、2チームクリアソン新宿と、横浜武蔵野ユナイテッドかな、うん、が、待っている、ところにこの2チームが上がって、うん、この4チームのうち2チームが、東京都サッカートーナメントに進むというですね、まだまだ階段がここからシャドウがきつくなっていくんですけどね、はい、この決勝で勝った方が、多分横が武蔵野で負けた方がクリアソンと多分やるんじゃないかなと思います、はい、そうですね、うん、はい、ということでね、今東京カップの話をしたんですけど、あ、東京カップ、あ、そうですね、あ、東京カップじゃない、あ、いいのか、はい、その後の話はいいや、あ、植草さんどうですか、東京カップはあれですか、またご覧になってたんですか、ち
ちょいちょい見てましたね。ちょいちょい、ちょい見てました。映像系で、うん、映像系で。あ、なるほど、わかりました。うん、なんかその前にさっきマリさんからちょっと聞いたんだけど、植草さんのネタで2020になんか面白そうな選手がいるらしいみたいな噂を聞いたんだけど。らしいですね。ツイッターのあれで、うん、集合写真ね。集合写真で、うん、なんか去年ちょっとうちのチームにいた選手2人ぐらいなんかそれらしき人物が乗っかってましたから、ね、うん、名前は出てなくて練習生ってこう出てましたから。練習生なんだ。あれね、あれよく見たら3人いました、うんうん、3人よく見てください、3人います。しかも次の時に、うん、次の試合の時に、うん、名前がメンバー表に名前、メンバー表の名前がこうなんかホワイトボードに載ってるんですけど、うん、ちょっと待って、そこにも知ってる人がね、知ってる名前がありました。ちゃんと3つありました。マジっすか。うん、だって、あれ 2人はあったでしょ。あともう1人って誰だろう。いや、なんか太ってて髪切ったから全然分かんなかったけど、太ってる去年いた選手。何、イニシャルトークっぽくてやなんだけど。誰？ちょっと待って、気をつけてね、こう選手の移籍とか進路ってのはすごいデリケートな話だからね、番組中心になる可能性もあるからね。ちゃんと、なるほど。じゃあ、いや、わかんないわかんない、いいのがいいけど、うん、いや、でももう名前出ちゃってるからね、あれ見た瞬間にもうなんか、みたいな感じで。あ、マジで。はい、だからきっと話してた時に名前出てた選手がもうやっぱりいますよ。どこ見ればわかんのそれ。2020のツイッターを見ると、なんかね、これが練習試合ですっていう集合写真と、あとなんかね、今日どこどことやりましたっていうので、監督かな、違うんだ、誰かがホワイトボードを指さしてるんですけど、そのホワイトボードに全部名前が書いてあって、それをパーッと見てたら、そうだよね、やっぱいるよね、みたいな話をしてました。はい、私たちそこまで追っかけるんで、皆さんチームの人、皆さん気をつけてくださいね。気をつけてください。ちょっと俺、ね、今見ようと思ってんだけど出てこねえや。そうですか、そうですか。ちょっと、なのでちょっと撮ったやつ、ちょっとあれです、今週末私会いに行くんで、2020見に行くんで。ああ、分かった。分かった。太ったでしょ。ああね、なんだこいつ。ヒントちょうだいよ、ヒント。マラドーナっぽくない？なんかニコニコしてさ、そうマラドーナっぽい、ね、あ、いたよこれ。いたよ、ほら。誰だね、わかんないよ、リスナー。俺もこれ、あ、ごめんなさいね。だからちょっとね、2020の写真を探してみてください、皆さん。そうそうそう、あ、そっかそっかそっか、あ、そっか、その名前正解でしょ。あ、やっぱそうなんだ。っていうね、私たちこういうマニアックな、分かったとペペさんに言って。誰でしょう、ほら、みんな大好きな選手がね、またそうやってね、次のでサッカーができるんですよ。なのでね、いや、見てきて、決まったらね、ちゃんと。そうだよね。じゃあ、2020のオフィシャルの X の方に行くと、なんかヒントがあるらしいらしいんで、皆さん見てあげてください。みんな大好きな選手がいっぱいいますよ。なるほどね。まあでもね、監督がほら、うん、ね、新藤誠二さんなんで、うんうん、やっぱり誠二さんが作りたいチームを作ろうとした時に、うちのチームのね、もっとやっぱり、勝手知ってる選手を連れていくっていうのは。そうだよね。うん。スモアさんからコメント、言えないけど好きな選手だって。私も好きなのよ。それじゃない方だと思う。スモアさんの好きな選手とは違う選手。いや。何を言うんだ。いやいや、僕にね、語ってたあれコメントなんか違うからね、ちょっとね、そうなのって感じなんですよね、僕的には。まあだから本当に練習に行ったんじゃないですか。ああ、単純にね、で行って、まあそれで何回も出てるっていうことはもしかしたら決まるのかなと思って、ちょっと楽しみにしてるんですね。でもあれだもんね、もう選手登録あれじゃない、早い、もうあれ東京トリーグって始まっちゃうんでしょ。あ、もう始まってんのか。トニーがまだですね。あ、トニーか。トニーはきっと来週の、あ、今週末から始まるところと、来週から始まるところとあって、へ、
どうだろう、確か来週これ始まるのかな、うん、2020公式戦はあれなんですよ、2試合、最初の2試合は非公開なんで、うん、ちょっと見れないんですよね、映像とかやらないのかね、2023さんは ねやりそうな感じするけどね、どうなんですかね、うん、結構いいんですかね映像、トリーグってあれ、あ、原野さんいないからあれだけど、トリーグって厳しくないですか、うん、ウッサさん、なんかでもちゃんと厳しいですね、でも申請しなきゃダメですよ、そうだよね、一番なんかあの関係だと思う、東京フットボールさんが入ってる関係だと思う、あ、そっか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 、うんうん、そうだね、だからなんかなかなか配信を、うん、レオ以外で見たことがないなと、うん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 、そうだよね、うんうん、まあじゃあちょっとそっちはあの東京2020 の, あの X で皆さんお楽しみくださいって、はい、なんでよその PR をお願いしてるんだまあ言えない、もうどうせサッカー友達だもんなみんなね、はい、で、とりあえず東京カップの決勝はエディスと南葛 FC が、はい、やりますけど、どうでしょう、はい、このお三人様、あ、岩本さんが来てる中でこの話をするのはつらいけど、うん、どっちが勝ちそうな感じでございますか、いやちょっとね、これはね、分かんないっすよ、正直、うんうん、エリーさんもすごいいいサッカーめちゃくちゃいいよね、本当に南葛さんもまたね、今年の南葛違いますよね、やっぱね、いやね、今年ね、そういう意味ではね、違ってすごい関東リーグちょっとハイレベルな戦いなんじゃないかなと、あの大方の人から栃木シティが卒業しちゃったから少し楽になってるんじゃないかなと思う人多いと思うけど、逆だよね、逆だと思う、うん、もう逆にこう切磋琢磨のこうレベルがこう皆さんバチバチになっちゃってるから、うんうん、で大学だって筑波だってきっと侮れないぜ、去年あんだけいいサッカーしてここら辺だって、あれつい最近とどこ栃木 SC とトレーニングマッチあって結構互角の勝負やってんでしょ、うん、え、筑波さん、うん、マジかよ、さすがやな、トーチタも今すごいしね、でトーチタもね、あと補強してるしね、うんうん、あ、これ一筋縄にはいかないですよ本当に、ね、ね、あのどこを戦ってもあれじゃないですか、そう、いや本当どこ優勝してもおかしくない、おかしくないし、うん、ちょっと気抜いちゃうと、うん、もうすぐ下位の方にダダダダダと落ちる可能性もあるし、去年以上にすごいと思いますよ、そうだよ、だって去年下の方4チームぐらい並んで5チームぐらい並んでたもんね、うん、へー、失礼、低いだこれは本当に、うん、だからちょっとね、決勝もね、岩本さんがお話しされたいそうなので、うん、あ、どうぞどうぞ、はい、いらっしゃいませ、入ってくれますか、はい、久しぶりです、あ、どうもこんばんは、いらっしゃいませ、こんばんは、ありがとうございます、いつもアーカイブで聞いてるんですけど、あ、恐縮です、久々にライブで聞ける時間だったので入りました、 ありがとうございます、あのマリさんが呼び出し係なんでね、あのぜひありがとうございます、今派遣したんで、はい、南葛 FC の岩本 GM です、どうもありがとうございます、いらっしゃいませ、はい、いつもお世話になってます、とんでもないです、こちらこそ、はい、東京カップ非常に、順調なというか、見事決勝戦まで行かれました、おめでとうございます、いや、ありがたいんですけど、はい、まあ、みっともない試合でしたね、この前の試合はね。いや、でも PK 戦さすがですね、皆さん、経験ある方が多いから、落ち着いてるというか。まあでも、いつも本当、東京カップだと、ああ、レフリーがそういえば関東リーグじゃないんだと思うっていう、ね、ああ、そっかそっかそっか。これ以上あんまり言わないですけど、本当に。いろいろ文句言いたことありますよ。はい、ダメですよ、ジームがまた言うと。文句言いたいことはありましたけど言わないっていう、まあそれ言ったのと一緒じゃないですか、大丈夫です、あの言ったのと同然は全然違うことなんで、うん、そこはすごい大事なところなんで、さすがですね、さっきちょっと話題触れましたけど、バスがとうとう南葛バスが選手バスが走るようになりまして、おめでとうございます、いやあれも1年
予定より1年ぐらい遅くなっちゃったんですね。あ、なんでかというと大型バスを止める駐車場を、事務所から2キロ圏内に探さなきゃいけないっていうめちゃくちゃ難しいセキュレーションがあって、それ知らなくてですね、ですっごい探してもお金かかってもいいから探したんですけど、ないんですよね、そんな大型バス止められるところが。結局バス会社さんに、たったのをバス会社さんに持ってもらって、そこからやるみたいな感じになったんですけど、なんとか結果最初は路線バスを買う予定でそのバス確保したんですけど、もろもろがあったんで、なんかすごいごついバスになってる。めちゃくちゃごついですよね。栃木シティですかって感じですよ。栃木シティかっていうようなバスなんですけど、中にその前乗ってびっくりしたんですけど、中に結構古いタイプのバスなんで、中に不適切にも程があるじゃないですけど、で灰皿がついてるんです、各席に。すごい昭和と思って。パコって開けるやつですか。はいはいはい、それがついてるんで結構衝撃を受けました。中さん、リカワがついてるかと思ったもん。はい、とりあえずね、側だけでもインパクトあるの大事なんです。確かに。次のバスのボタンがついてるとかね。今まではマイクロバスしかなかったんで。あ、でもすごいじゃないですか、本当に。いや、避難者の、避難者で集めたんですね。うわ、すごい。すごいですね。いや、でもこれ3回目の避難者が、バスをやらないと思う。バスはいつなんだってずっとサポーターの人とかに言われ続けて、俺も自虐的にバス岩本って名前にしようかなって本当に辛かったんで。いや、でも植草さん、今のネタあれだよ、うちのクラブの偉い人にも言っといた方がいいですよ。バスから、ね、止めるなら、ね、2キロ以内とかさ。ね、ね、そうですね。あと、岩本さんはマイクロバスはあるんですか。いや、ないですよ、ないよね、借りてる、いつも。そう結構大変ですよ、それもね。めっちゃ大変ですよね。うちアカデミーもなんか女子もあって、女子のアカデミーまであるんで、もうバス結構必須なんですよ。ああ、じゃあ結構稼働率高いんですか。あ、そうですね、トップはそんな使わないですけど。いや、使わないで、右半分白赤にして左半分白青にしてまたそういうことを言う。使わない時にちょっと借りるとかさ。いや、それこそこの前身体性じゃないや、なんていうんですか、身体性発表会、はい、僕あれはライブで見てたんですけどちょっと勘弁してくださいよ。あれなんかすごくブラジルさんがユニフォームの色のこととか、結構その前か、その前のこのラジオかなんかでいじってて、アベユニフォームのやつを、そう、水色ね、結構際どいこといじるなと思って、いや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 、そんな意識じゃないですよ。ただいじっただけですよ、そんな。やめてくださいよ、大丈夫かなと。やめです。なんかでも岩本さん、議員の方が何でしたっけ、新しいスタジアムの用地買収が完了しましたみたいなツイートされてましたけど、あちらの方もすごくどんどんスムーズにというか順調に進んでるみたいな、予定通りのスケジュールですね。はい、あ、見事ですね、はい、私もこの前ね、グラウンドちょっと見に行ったんですけれど、駅からめちゃくちゃ近いですね。そうですね、敷地まで歩きだったら5分です。すごいですね。すごい、東京の中でも一番いい条件じゃないですか。そうですね、本当に、もしかしたら直線距離だけで言ったら、日本あれ信号もないんですよ。はい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 、だから駅前不動産スタジアムより多分近いと思うんですよ、ね、そうですよね。だって改札出て、なんかスカイウェイみたいな、なんかちょっと通路みたいになってるじゃないですか、遊歩道みたいなね。あ、そうそうそう、はい、で遊歩道歩き切ったらもうそこ目の前にこう見えるわけ、すごい近いなと思って。ここモンチッチロードなんですよね、モンチッチロード。そうなんですか。いや、あそこに本当フードのね、キッチンカー並べたらすげえ状況になるなと思って。これまだ開発が進んでないんで、結構によって進んでくれたらいいなと思って。いや、本当ますますの本当ご発展を、すごいですね、本当に。でもあそこなんで、一応新小岩って葛飾と江戸川の境目じゃないですか。はいはいはい。あそこでね、お互い J になってダービーやったらむちゃくちゃ面白い。いいですね、本当に。いや、ありがとうございます。いや、でも身体差別会で今後のビジョンみたいなの、この前マリさんもちょっと言ってましたけど、あれ、すごい良かったですね。ありがとうございます。すごいすごいいい発表してるなと思って。
ぐらいでもね、東あの植草さんに言いたいのは、東京ニーズさん FC は広報をちゃんと立てた方がいいですね。あもうあ、なるほどね。うん、ちょっと言っときます。いやいや、これはね、うちのスタッフとかも、まあ、俺はあの聞いてるから、あのこのラジオとか聞いてるから知ってるんだけど、うちのスタッフとかも全然知らないんですよ。だからもったいないなと思って、あの清掃活動とかも無茶やってるじゃないですか、はいはい、ああいうのもなんか足りてないですよね、あのこんだけやってる、もう岩本さん実況隊に入りませんか、怒られますよ、怒られますよ、そういうことあのでもこの前だからウェブさんがあの、リニューアルしたのに、ウェブサイトリニューアルしたのに、それあのウェブサイト誰やってるか分かんないみたいな、もうあれ本当に良くないなと思って申し訳ございませんね、すごい細かく聞いてるんですよ僕も。ありがとうございます。これはいかんなと思って、うんうん、そうですよね。じゃあもう広報がそうなんですよね、こう、うん、はっきりこの人がここをやってるみたいなのがやっぱ私たちレベルでは全然見えなくて、そうそうあれなんですけど、でももっともっとなんか発信してほしいなっていうのはやっぱサポーターレベルとしてはすごいあって、うん、サポーターでも分かんないってことは興味がない人はもっと分からないってことなんだろうなと思ってて、うんうん、そうですよね。で、広報がいたら多分、エッグワークのいろんなこととのコラボとかそういうのもどんどんやれると思うんですよ。だからもう、なんかもう、若い子でいいとか、もう極端に言うともう PSR でいいから、そうそうそう、PSR の学生さんにお願いして、うんうんうんやるとか、もうそういうことじゃないかなと思うんですけどね、うん、いやなんか俺本当に山本さん好きになりそう。原野さん、すいません、今日ね、原野ね、うん、鬼のかくらんでね、うん、お休みなんですよ。そうなんですね。俺も原野さんもちょいちょいあのこの前もその新大祭評会でも壇上でなんか隣町のチームがとかなんかそういうこと言ってる。隣町が攻めてきてるとかやたら言ってるけど、本当にああいうのやめてって。この前立会で会った時言ったんですけどね、ああいうのやめてって言ったのにまた言ってたから。本当に見てるんですね。はい、そうですね、うん、いやでも朝の準備とかしながら大体このラジオ聞いたりしてますから、ね、すいません、ありがとうございます。確かに。いやでもあのね、うちの広報がねいない、少な、うん、できてないっていうのは本当僕らも分かっててね、で実況隊って基本外の人間だから、うん、あの、うんうん、こうなんていうのかな、喋れるネタがどれだか分かんないんですよ、うんうん、そうですよね。そうだからちゃんとクラブがリリースとして出していただかないと、あとリリースしなくてちゃんと自分で喋っていただければそれ転がしたりとか膨らましたりとかできるんですけど、うんうん、サッカーっていろいろほら契約とかも絡むから、はい、あのちゃんと本当誰もいい分かっなんていうのかな、ちゃんと裏を取った人がね来て喋ってくれると本当ありがたいですけどね。ちなみにあのはい、多田井俊平ネタこの前盛り上がったじゃないですか。はいはい、いつもですけどね。この前僕あの新宿ゴールデン街で僕の、ね、一番の行きつけの店行ってたら、はい、あの隣に多田井俊平の嫁がいて、ええすごくないすごい、なんかそれ新しいね、いつも旦那がお世話になってるって、え誰と思ったら、うん、多田井俊平ですって言われてマジか。この前東京カップ準決勝あのフル出場した後に、うん、あのソサイチ行ったらしいじゃないですかって話したら、うん、そうなんですよ、なんで知ってるんですかってで、この前、準決勝、あ、じゃあ準々決勝か、はい、時に、うん、ベンチ外だったんで、うん、なんでって思ったら、うん、なんで、ボール蹴りすぎたって言ったら、うん、いや、単純に体調壊して、ちょっと今週お休みです。いやいやいや、すぐに体調戻そうって言ってましたもん、なんか、つぶやいてましたもん。いやいや、だから、ボール蹴りすぎて、調子のところ蹴りすぎて、体調壊したんじゃないですか、多分。やりすぎ。多分なんか本当中学生みたいだよねそういうところね。そうか、でも、うん、どうぞどうぞ。むちゃ酔っ払っててキャラ変わった。うん、予想どのと質問しますね。撮ってあの、うん、旦那さんに送ってましたけど。確かに。まあ、ねやばい話じゃなくてよかったですね。えなんでってもねなったら大変だけど。山本さんどうですか、東京カップ決勝エリスト南葛ということで。ああまあ。エリスのサッカーは南葛は結構やりやすいんじゃないかなと。ああそうですか。丁寧につなぐので、ある意味あのボール保持する同士でガチンコになるので面白いかなと思うんですけど、うんうん、まあ、あの正直その試合ですけど、うん、あの
初めて公式戦で JFL とやれるので、はいはいはい、まあ、さんは、ね、これまでも去年もやってるし、うん、これまでもやってるからなんですけど、僕らは、ね、うん、初めてなんですよ、これ。だから、まあ、横川、でも、うん、クリアさんでも、うん、クリアさんもやったことあるんですけど、うん、横川とはやったことないんで、うんうん、これ難しいですよね、でもね、優勝すると横川、ね、優勝すると早い時間になっちゃうっていう難しさあります。あ、確かに3時半ですもんね、やるんで。そう、そうなん、うん、そうするとね、普通の人見に来れないですよね、水曜日の。そうですね、うん、どうするの、水曜日配信やるんですか、南葛さん。まあ、やると思います、はい、あ、そうですか。へ、あ、これあれですね、東京カップじゃなくなったから、うん、配信もちょっと自由聞くのかな、さっきの話。いやダメです。あれ、去年どうです？あれ、東京都社会人連盟だから、うん、多分東京フットボールの兼ね合いがあるんで、うん、あ、ダメなんですね。はい、うん、多分なんか映像だけじゃないかなと思うんですよね。うん、山下さんでもラジオやればいいのに。東京フットボールの絡みっていうのは聞いちゃったんですか？うん、なんでなのかっていう。いや、ちょ、わかんないです。それを僕も。まあ、俺は知ってるんだけど今意地悪い質問とかとか。まあ、ブラジルさんもちろん知ってるんですよね、はい、いや僕もよくわかんないですよ、本当に。絶対わかるんですよ、彼やってる。まあでもね、まあいろいろあるんじゃないですか、わかんない。なんか大人の事情がある、あ、うん、あるみたいで。この前でも、まあでも、うん、東京カップ、あ、東京フットボールのインタビュー初めて受けましたよ。あ、そうなんだ、岩本さんが、うんうんうん、あ、いや僕7年目にして初めてですからね。いやマジで、うん、いやでも東京23FCもあんまり扱われてないですよね。そうですね。なんなんですかあれは、あれは。いやわかんない。前に、まあ、春野さんも前愚痴ってたことがあって、うんうん、いやいや本当に、うんうん、なんか僕らこの前東京市球団に確かに前半先に取られたんでちょっと、はい、流れ的にはちょっとあれだったんですけど、すごい苦戦した感じになってて、うんうんうん、そんなに苦戦はしてないけどなと思いながら、うん、記事読んでましたね。ああ、東京集計団金星逃すってやつだ、まあ、悔やまれる前半最後の失点。もう向こう目線になってるね。はい、そういうのありましたね。いやでもなんか、うん、皆さんの聞いてるとやっぱり、うん、まあ ね、これだけ選手変わったから苦しいだろうみたいな感じの雰囲気出てるじゃないですか、うんうん、あ、23かです。あ、南葛さんが、いやいや東京23、あ、うち、うんうんうん、そうだけど、まあ、うん、なんでその若い人になってるのプラスだと思うんですよね。あ、そうですね。やっぱりもう小松さんの中で長くやりすぎちゃってちょっとグリップがいけなくなっちゃっててっていうの多分あったと思うんで、うんうん、もう一回そうじゃなくて一気に新しくして、うん、そこで新鮮にやるっていうところで、うん、まあ、だから渋谷の試合も見ましたけど、やっぱり、はい、からあれだけやれるってことは、まあ、やれ、うん、やれるだろうなって思いましたけどね、うんうん、まあ、ちょっとセンターバック一番ね後ろのところのこういろんなサッカーが変わったみたいで、あの辺は楽しみだなと思いますけどね、うんうん、まあでもね、まあ、どんだけ万全でも難しいですよね。そうですね。うわ、うん、いや岩本大先輩がそうおっしゃるんですから、まさにそうですよ、サッカーは本当に。いやいや、最後引き分けたらうちが9位になったんで。ああ、去年の話ですか。もうやめてください、黒い歴史ですから。もう忘れようとしてるの、あれね、黒歴史。あれね、あの時ブラジルさんのこと話した時に、はい、原野さんが油断してたのが一番いけなかったと思いますね。ああ、あれに関してはね、うん、もう大丈夫な感じ出してたから原野さんが、うんうん、でもなんかあれですよね、ごめんなさい、話ちょっともううちの話はどうでもいいんですけど、どうでも今そらしてるんだけどさ、いや天皇杯やっぱ取りに行くんでしょ、南葛さん。あ、いやいや全然ね、取りに行くかどうかで言うと取りに行かないですよ。あ、そんなにじゃあこう鼻息荒い状況じゃないんだ。あ、そうです、サポーターの人とかは鼻息荒いんですけど、うんうんうん、いや今回のこれで良かったのはすごく伏線が、うん、2試合増えたんで、はいはいはい、で人数も多いんで、うん、長い時間出してあげたいなっていうのがあるんで、うん、多分、いやこれ全然監督に確認してないからなんですけど、うん、勝手な俺の予測では次多分11人全員買うんじゃないかなっていうぐらい、うん、
多分。まあ、次勝ても負けても次いけるし、うんうんうん、そうですね。まだ全然メンバー固定してないって監督も言ってるんで。はいはいはい。で、あと4月10日のその社会人代表決定戦も、はいはいはい、あそこのところも多分4月6日が開幕で4月10日になるんで、うんうんうん、翌週の水曜日ですよね。その後にまた試合があるじゃないですか、うんうん、だから多分その1週間で丸1週間3試合やるっていうのは、うんはいはい、正直序盤でそれやっちゃうと危ないんで。そうです、去年そうですね。多分ガラッと変えんじゃないかなと思ってます。はい、多分JFL のどっちと当たっても、うん、多分そっちも変えてくるんじゃないですか。うんうんうん、多分いやどっちも、結構ねリーグ戦が超重要になってきてると思うんで、ゲーソンもね0-4-0なんで、うん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 、多分正直天皇杯予選頑張ってる場合じゃないと思うんで、あ、うん、多分リーグ戦のところ全集だと思うんで、うん、選手層の厚さでいうとうちの方がどっちにも厚いから、うん、マッチアップかなと思ってますよね。なるほど。じゃあちょっといつもと違う軟活が見れるかなって感じですね、4月10日の方はね。ここまでにしないとは多分違う、いや待ってくださいね、この、うん、このもう2試合ですよね、だから、はいはいはい、東京カップ決勝とその後も、うん、メンバーとは違うんじゃないかなと思ってるんですけど、分かんないです、なんかまだ決まってないって言ってたからね、はいはい、そう2試合目もなんかガラッと変えるはずだったんだけど、なんか変わってなかったんで、まあうんうん、こう中で結構調整してるんだと思うんですけど、はいはいはい、まあでも、渋谷に負けなくてよかったです、それ。そうですか、ね、いや、負けました。ちょっと、いやー、だからやっぱ初戦難しいよね、向こうの何試合もやってるからね。で、マリさんどうなんですか、エイリスと南葛、どっちが勝つんですか、岩本さんが来てるときに。いやいやいや、全然行きたいというか、逆に言うと俺、渋谷の方が負けると思ってました。あ、そうですか。なるほど。いや、エリスと試合も見てたんですけど、うん、なんか逆にさっきちょっとどっちもいいって言ってましたけど、僕なんかユナイテッドが、うん、これまでの強さなくて、うん、ユナイテッドが、うん、なんか前でやたらボール持たせてるんですよね。はははは、そうですよね。そうそうそう、だから神田林選のところもあそこにボール入れさせてダメなのに、うん、すごいって前向かしてるから、うん、そりゃやばいシーン作られるよねっていう感じでしたね。うんうんうん、なんかまだやっぱりユナイテッドも選手めちゃくちゃ新しくしたじゃないですか。あと一応福田さんが監督になったんですよね、うん、あ、そうなんだ、それ知らなかった。あ、そうなんだ。監督じゃなくて監督なんですよ。はそう、現場に降りてきてんだ。そうそう、うん、そういうところもあるから多分、うんうん、一応監督がいる上でコーチがあると、うん、ちょっとこうグリップの利きづらさみたいなのあるのかなって見ながら思ったりしてましたけどね。うん、まあ、福田さんにこうジャブで終わった後に、うん、結構選手新しくなってましたねって言ったら、いやうちは選手にお金払えないからねって言われました。お互いにそのジャブを言い合って。なるほどね。ジャブだったらまあまあなカウンター飛んでたんです。いいですね。ユナイテッドっぽいですね。っぽいですよね。覚えてハイサイドにこうえぐってくるみたいな。いやでも、うん、エリースが取ってもそのまま終わりだと思ったら、あそこで、うん、そう追いつくあたりユナイテッドの粘り強さだなと思う。そうですね。なるほどね、確かに。僕らその東京のチーム同士って西側かな、はい、結構あるじゃないですか。はいはいはい、ね、2試合で両方見れるみたいなの結構あるんで、はいはい、うん、あれだからいいですよね、結構ね、いいですね、うん、エリスさんは結構東京端っこダービーって僕らといろいろとまたやるんですよ、23個の端っこだから。だからなんかエリスはホームどこなんですか、あれ。一応豊島区なんですね。はい、クラブの代表は釈迦の練馬区なんだけど、チームとしては豊島区と、なんか池袋の前でイベントやってたよ ね、 ね、池袋の前で集合写真撮ってまして、池袋駅のところで。そうそうそう、はい、じゃ あエリース池袋にしようよ。この前その話したんですよ。で、山手線の駅の名前みんなつけちゃえばいいじゃんってさ。うちないんだ。俺どうしようかね。うちないんだ、うん、大手町になっちゃうんだ。大手町か、違うな。え、でも東京人さん FC はあれだけ人川とやるって言ってるから、うん、江戸に変えた方がいいんじゃないですか、トップも。いやでもね、歴史があるからね、とりあえずあるけど、うん、
です。歴史あるんですけど、ここから江戸川の人たちに愛されるためには江戸川つけた方がいいじゃないですか。どうなんですかね、今後考えてるのかなってちょっと思ってましたけどね。この前のでも新体制発表会でも結構考えてそうでしたよね、うん、あでも江戸川区とはやっぱりものすごくあのなんていうの緊密にやってると思います、うん、ただやっぱり23区最初にこう J を目指すクラブっていうのが一つのコンセプトがあったから、まああんまりこう関係ないのかなって気もしますけどね、うん、最初に目指すっていうと FC 東京のサポーターとかむちゃくちゃ怒りますよ。そっか、そうですね。東京都全域なんで、あの別に俺たちも23区だっていい。まあでもブラジル炎上パターンだから。いや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 、僕なんか相手されてませんから大丈夫です。はい。俺だからいつも言うときは、東京23区のスタジアム本拠地としたって言う。あ、それはすごい見事ですね。うん。ね、調布はあの。23区じゃないですよっていう。そうですね。でもそれは結構またギリギリなとこついてますね。いや今度東京ダービーが5月5日にあるんですけど、はいはい、僕らあ5月5日じゃない、ごめんなさい、4月の、13にあるんですよ、はい、でその翌日の4月の14に僕らあのホーム開幕があるんですよ。はいはいはい、あの、うんうん、味の素スタジアムの西競技場の AGF フィールドってとこです。はい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 、だから飛び田急に今ポスター貼ろうかなと。おお、すごいな。ちょっと煽りよ。いや、やってくださいよ、ちょっと。いや、それいや、でも飛び田急は別に自由なんで。うん、そうですよね。別に京王線のただの駅なんで。はい。いや、なんか、見に来てほしいじゃないですか、なんか。そうですよね。ベルディのサポーターも、一時のサポーターも消毒するんで。うん。すごいいいかなと思って。あ、そういえば山本さん、この前ね、僕ね、仕事本業の方でお客さんがうちに来だしたんですよ。はい。で23 のこうポスターちっちゃいの貼ってあるんですけど、それ見て、あ、23だって言うから、もうてっきりうちのファンかなと思って、あ、23知ってるんですかって来て、あ、僕ね、南葛寿司のファンなんですねとかって言われましたね。すごいありがたい。すごい稲本さんがすごい好きで、あの地元に来てくれたんで今応援してるんですとかって言われて、そうそう、とりあえず江戸陸でやるときはぜひいらしてくださいとかって急に営業になっちゃって、さすがもうそう言うしかないですよ。本当に。でもなんか PR がすごくうまくいってて、本当にお見事でございますねって感じですね。そうですね。あの、はい、今回あのフロントアレから天野さんっていう、はい、あのプロモーション部長を、はい、マジでやってやばいです。あ、そうですか。勝手にどん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 広げていくから、もうあの、うん、なんていうんですかね、もう歯止め効かないです。止める人がいないの。あの、もちろん、しかも俺が止める人、でも止めないです。止めようと思ってないんで、歯止め効かないですよ。うん、すごい、よくこれこの短期間でこんだけやるよなっていう。うん、で、思いつきの人っぽい感じで知られてるんですけど、あのいろんなアイデアがね、はい、ちょっとあの、はいはい、トップの目でも出るから、うん、めちゃくちゃロジカルで、うんうんうん、勉強になりますね、とても。うん、そう、だから東京23FCもフロントに人を取った方がいいですね。ありがとうございます。まず広報からですね。はい、植草さんメモしといてください。メモしました。中の人よろしくお願いします。植草さんもなんかもう黒子に徹しますとか壇上で言ってる場合じゃないですよね。本当だよね。いや、全員営業だよ、全員。もう全員広報だよ。しかも植草さんもなんか前のラジオで自分はなんか別に役割ないとか言ってたのに、しっかり壇上上がったからびっくりしますね。俺もそう思うんですよ。いや、あれ無理やり引っ張られたんですよ、うん、いや、でもあのーうん、教科の、担当の方は、教科部長っていうんですかね。うん、中村ですか。もともと栃木市にもいて、いや、そうです、そうです、あの栃木シティの方、シティでは監督やってたんか、うん、そうだよね、うん、はい、いや、なんか結構切れ者っぽい雰囲気で出てましたよね、この前に、うん、あのインタビューでちょっとやったじゃないですか、ブラジルさんが。あ、そう、怖いんだもん、だってにらみつけられて、ちょっとね、むっちゃあのピリッとした空気で、おお、なんかブラジルさんっぽくない空気になってるなって。そうそう、崩せなかったっす最初は。うちなんてね、今度風間さんね、これちょっとオフレコですけどね、ええ、はい、
京成線 の, あの僕らの事務所がある立石の隣の隣に、はい、今四次っていうのがキャプテン翼駅なんですけど、はいはいはい、その隣が八代って言うんですよ、うん、あなるほど、八代、はいはい、そこで風間さんが液晶の格好して、うんあのうん、開幕戦のポスターを撮るみたいなことそれも天野さんが言って、うん、すごいね、ダジャレじゃないですかいやもうダジャレでむちゃくちゃわざわざ駅行って液晶の格好させて、うん、っていうのを京成電鉄にわざわざ OK 取りに行ってやってます。OK だす、京成もすげえな。むちゃくちゃむちゃくちゃやるなと思って本当に。だからまあ俺があんまりやることじゃないことでむちゃくちゃやってくれる人がすごい気持ち的には楽なんです。今日は完全に南葛さんに番組をジャックされた感じですね。弊社の作業23分。なかなかと話してくる。いや、痛い。とんでもない。いや、本当でも今日、クラブに言いたいことがちょっと言っていただけてありがとうございましたとかですけど。大栗さんも言ってますよ、大栗さんも。そう、大栗さんもいらっしゃってて、さっき私、神田林生さんの話をしてたら、神田林生さんもいらっしゃってるっていうのを見て、うん、あ、怖っと思いました。そうっすか。いや、マリさんのね、神田林生推しがすごいから、うん、そうそうそう、いや、この人ね、勝手によそのチームとすごいつながっちゃうんですよ、こうやって。マリさんの神田林生君、なんか勝手そうだったんですよ、はい、そうなんですか。1年ちょい前の時になんか来たんだけど、うん、俺はむちゃ取りたかったんだけど、うん、まあ、ちょっとボール持ちすぎちゃうところが、うん、多分どうでもあるかってなってっていうので取らなかったんですけど、うん、いやだから今でも仲良く、うん、この前偶然地下鉄の銀座線の、うん、はい、車内で会ったんですよ。すごい。目の前のなんかちょっとこうね、若者がいきなり山本さんですよねって話してたビクッとしたら林生君ってビビりました。そんな偶然あると思う。すごいですね。怖いですね。ただ一瞬平の嫁といい、怖いですね。余計なこと言えないのもしてる。いやすごい、カントリーがあるんですけどね。ね、はい、本当ですね。まあ、改めてご紹介します、はい、皆さん2020年3月24日今週の日曜日お昼1時からですね、うん、リース東京対南葛 SC4 戦、ね、なんかね12時半に変更になったみたいです。あ、ありがとうございます。12時半ってなってましたね、はい、じゃあ12時半だそうです皆さん、はい、赤スポね来やすいんでね、終わった後も飲んで帰れるんでいい場所なんで、ぜひ東京カップの決勝皆さんスタジアムで、今年のこの2チームをね見てくださいと思います、ね、そうですね。南葛としては関東社会人大会で、はい、1回戦で当日に01で負けて以来の赤スポなんで、あれ以来ですか、はい、僕はあとチームバス帰った後、うん、1人であそこでうわきついなこれと思いながら次の試合見てたんですけど、え、トーチタに負けた時と俺配信やってた時だ、あ、やってましたよ、 ありがとうございました、はいはいはい、あの時、はい、だからそう、その後僕だから1人でチームと別で撮って、うん、その後のこう試合を見ながら今後について考えてたんですけど、まあ、あれ以来赤スポだな。いや、あれから随分南葛さん随分遠いところまでもう来てますね。あれからでももう6年ですもんね。ああ、もうそんなになるんだ。いや、はい、あっという間です。ぜひ皆さんこの両チーム、はい、次6年後にはどこで戦ってるか分かんないですからね、ぜひその、はい、途中経過を見ていただければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、山本さん。はい、本当に一番に戻るのってどうやって戻るんですか。あ、じゃあスピーカー、じゃあ席の方お戻しします。ありがとうございました。はい、行きます。今週頑張ってください。はい、はい、岩本さんが来てくださって急に良かったですね、はい、でも、はい、いろんなね面白いネタ聞いて良かったですね。あ、おくりさんもこんばんは、うん、いらっしゃいませ、はい、ホーム開幕おめでとうございます、勝利に、はい、すごいですよね、はい、密かに応援してますんで、はい、密かじゃないけどね、どっかで見に行けたらいいんですけどね。ねえ、俺はあそこ行きたい SFC、はい、そっち、うん、あ、本当スタジアムいいもん、はい。まあ、ということでね、関東リーグの開幕戦の話もしようかなと思ったんですけどね、これちょっとまず先なんでね、はい、まずはじゃあ、エリースと南葛ね、はい、両チームともすごい大事な試合ですけども、皆さん、はい、23の人ともよく見といた方がいいですよ、両チームね、今年戦う相手ですからね。はい、ということで、もう11時過ぎておりますので、これで、ね、はい、この辺りで終わりにしたいと思います。お送りしてきました、はい、毎週23、終わりの時間です。今夜の出演者はまず、クラブから植草さん、ありがとうございました。 ありがとうございました。はい、それから、途中ゲスト参加してくださいました南葛選手の岩本 GM、 どうもありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございます。
はい、そして実況隊からはね、マリさんありがとうございました。はい、はい、23日に、うん、なんかミュージックそう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 やるので、うん、西葛西駅集合してくださいって言おうと思ったけど、ちょっとあんまり私も詳しく知らないんですけど。僕ね調べてある、ミュージック&エコフェスタってことでね、はい、3月の23日の土曜日のね、15時から18時です。場所は西葛西駅前北口広場。うん、あの江戸川区のなんかあのなんだろう、あの商工会議所なのかな、イベント実行委員っていうのがやってまして、葛西青年部 連絡会っていうのかな、やります、うん、ね、結構ねあの音楽多いですよ、ゴスペルとかもありますし、ブラバンもありますしね、あといろいろ出店も出るということなんで、ぜひこれはねお越しいただければと思います。はい、はい、詳しくはクラブ公式の X からお願いします。はい、はい、ありがとうございました。そして、マイクの振り回し、ブラジルが担当しました。そして最後まで聞いてくださった皆さん、どうもありがとうございました。それではまた、はい、来週水曜日お会いできればと思います。はい、はい、さようなら、ありがとうございました。おやすみなさい。